みんなどうにかしてみんなで手応えありだ。いや、それは本物の石だぜ。しまった。トリッシュが連れて行かれる。ブチャラティがこのままだと始末される。強い、こいつ無敵か。新入りの死体はここに置いていきます。予定通り、とても静かに、トリッシュを完全にゲットしました。ディモールト、よし。これから帰ります、メローデ。あんたのいる列車へ。人間を組み替えて物質にするか。全くいいヒントをくれたよ。君の能力は似ている。君と僕のゴールドエクスペリエンス、とても似ている。何かを作るという点で、君がくれたヒントと君が死ぬほどまでに追い詰めてくれたおかげで、ほんのちょっぴり成長できたようなんだ。メローネ、聞いてますか？全く忘れてましたが、今新入りのスタンド能力が分かりましたぜ。新入りが何だって？ボタンが目玉になっています。おいベイビーフェイス、何を言ってる。死んだ新人がどうしたって？それを溜め込みました。喉も足も生命を作り出す能力です。自分の部品を作った、俺と逆の能力だ。おい、さっきから誰のことを言ってるんだ。逃がすか、ゴールデンエクスペリエンス。新入り型ぜ。こいつ復活してきやがった。聞いてっかよメローネ。こいつバイクの一部を植物の根にしやがった。分離できねえ。捕まった部分は捨てるしかねえ。バイクを離れるしかねえ。またもやか、小石に。まずい、亀を拾う気だ。拾う前にやってやるぜ。慌てるなベイビーフェイス。奴に亀を拾わせろ。どういうことだ？亀を拾わせた瞬間を狙って確実にえぐり取ってやるんだ。オイルがこぼれている。まずい。二度と復活できないように仕留めるんだ。ちょっぴりだが、この俺をビビらせやがって。この野郎、これで確実にてめえの頭をえぐりと。人間を部品にするという君の能力から、とにかく学ばせてもらった。運命なのか、それとも似たようなスタンド同士の引力で君と僕は出会ったのか。君のおかげで僕のゴールドエクスペリエンスはとにかく成長できた。どこへ行った？たった今ぶっ飛ばしてやったてめえの手首はどこへ？ぶっ飛ばしてやった？それは正しくない。僕はあえて切り離したんだ。ちょっとした忠告をサービスしてあげると、君のこの手は僕を攻撃するよりも自分の身を守ることに使った方がいい。なめてんじゃねえぞ。くらえ。何？切り離した手はすでに違う食い進む生き物となってお前の中に侵入している。そう、ご存知、ピラニアニだ。